くしゃみ。ございます。おはようございます。今日はちょっとね、昨日ね、お話し会の画像をね、夜な夜な作ってたらね、寝落ちしました。そうなんですよ。結構ね、いいとこまで行ったんですけど、いいとこまで。お話し会の受付の何切るとかいうところまでね書いたんですけど寝てしまいました。まだオンラインのやつしかできてないです。でもなんでリアルの方もねできたらあげたいと思います。いい感じに仕上がってますね。でもシュッタジリーン、おはよう。それ向けには勝てなかった。もうね気づいたら目が閉じてました。なんかね作って途中で一回消えて、そう絶望でしたね。あの時は文字ね打ってたんですよ。ちょっと急にね画面パーンってなってなんか全部消えたんですよ。って思いました。努力が水の泡にありますよね。でもバグとかでリアルトークミーティング、そう22ですか今日は。今日はね、朝からフリ入れがあるので私も二度寝はできないんですけど、皆さんもねお仕事とかあると思うので頑張ってください。応援してます。おはようございます。28日のね公演のスケジュールが多分出たと思うんですけど、出演させていただきます。昼夜ですね。最近昼夜めっちゃ出てる。声はまだ寝てるな。そうなんですよ、声はちょっと起きてないです。5 1 2 3 4 5。家族起きて起きてます。おはようのご隠居ください。おはよう。昼夜公演の合間ってまこちゃん何してるの？でも8期生はほぼご飯食べてます。お腹すくえますよね。カロリー消費するんで結構ね、そうお腹すくんですよ。しょうがない。
人間だもの。1時15分3時半から今日昼配信できなくて申し訳ないです。そうスケジュール的にちょっとできなくて今日焼肉行きたいな。ご飯食べたい。あやぴょんが昨日ねマネージャーさんにご飯連れて行ってもらってたみたいでっていう話を昨日してて、そういいなと思って、1時15分からやばい、インクがないぞ。食べました皆さん。朝はパン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 。ご飯なんですけどね、私はご飯派なんで。はい、できました。今日の配信スケジュール、今ここですね。次は3時半から4時です。ぜひ来てくださいね。はよう。でもありがとう。こんなところにちょっとお腹空きすぎてこんな供給がありますね。でアーモンドミルク食べよう食べよう。あのレーヌこのパン、サラダ、卵焼き、いいですね。みんなのヤフーバッチリですか？全然やばいです。それ、飲んだことある？振る？よく振ってお飲みください。昨日はモモッツァレラを食べた後にあのなんだっけ焼肉食べました。しっかり牛乳がね、ダメなんで。美味しい。お、桃もったりだから全然。合いますね。牛乳ダメなんですよ。うん。体に合わなくて、なんか別に嫌いとかじゃなくて、昨日でもねブレベミルク飲んだんですよ。だから今日ちょっとコンディション悪いかも。うん。アーモンドミルクのミルクはアーモンドなんですよ。牛乳だから入ってなくて。水とアーモンドとかできてるんで
クロワッサン、クロワッサン欲しい。コーヒー牛乳もね、なんかあの味が苦手とかじゃなくて普通に成分的な問題でね飲めないんですよ。そう、こっち次これチョコバージョンいきます。ちょっと違うんかな。あ、全部違います、形も。これ四角です。そう、飲んだ後に体調悪くなる、うん、うん、うん、朝ごはんまでのつなぎ。おはよう。この T シャツね、ここにダビデ像がねいるんですけど、ダビデ、この T シャツセレクションで着まくってました。けどね、お友達いなかったんで誰にも覚えられてませんでした。分かってから、これセレクションの時めっちゃ着てたんやでって言ったら、え、そうなんって言われました。最終審査これです、多分最終審査ダビデ像で行きました。もさすぎ、これで最終審査行く人。うん、密着で写ってると思います、多分これでインタビューとか受けてたりとかしてたはず。なんで仕事行ってきます。行ってらっしゃい。違いました、やめてください。ちょっと弾けないんですよ。でも中学の時にあの、そうウクレレね、ウクレレじゃないんですけど、あのギターやってました、音楽で。もうね弾けない。でもどうとかなんか習ったんですけどね、なんか弾けたんですけど、もう無理ですね。ウクレレって違うんですかね。
しいきます。しまう歌の風に乗り乗りとともに海を渡る。ザザーンザザーン、波音が聞こえてきますね。弾けないっすよ。お兄ちゃんのやつですこれ。しかもこれラブ&ピースって書いてます。いい音色ですね。金子さんがうまいな。みんなね、やっぱ旅行行きたいと思うんで、私がちょっと旅行気分をね。そうそう、しましょうかね。昨日のセレブじゃいけどこ。じゃあ今日は一曲いきますね。じゃん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 、一人で全部でこなしますね。ドラムからいきます。じゃん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 。ジャパンです。へい。ウクレレでやる選曲じゃない。そうですよ。お兄ちゃんは21です今年。マックスジャパン。Thank you。Thank you。34階席のみんな、センキュー。素晴らしいですね。いいですね。センキュー、センキュー。ウクレレ練習します、ちょっと。ひどすぎた。Be my baby, be my baby, be my baby, be my baby.これはね、削除ないとできひんあれなんですよ。あの削の、あのこの目つきがこうガチのね。わかめちゃん次はマックスジャパン。そうです。その声きつきつ。あの BGM にでも使ってください。今のコンビニの。おはよう。
小学生の時に買いました。ヤッホー。もうここがね、横がちっちゃすぎて無理やり入れてます。物持ちのいいまこち。そうなんです。おはよう。どうも。やっぱね、目から焼けるって言うんで、紫外線は。リングライトすごい寄り目の人見る。今来た人もカオスやん。血液型まだ調べてないんですよね。しょん。ミュージックステーションの人。ドゥル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 ドゥ今日はそうですね、久々のマジックステーションということで気合い入ってますね。あーそっか、久しぶりか。1年半ぐらいだもんな。そうなんですよ、今日は1年半ぐらいのマジックステーションで、そうですね、結構緊張してるんですけど楽しみたいと思います。はい、じゃあ1曲目はウクレレから披露してもらいます。おはようございます。このテンションですね。リスペクトです。リスペクト。今から仕事頑張ってください。新しいタラがキャラが爆誕。レイコさんめっちゃ似てましたね、あれ。お家ねえの時。ホール行ったことあるよ。あの4周年ライブで私たち撮らせていただいて、めちゃめちゃ抜かれててちょっと恥ずかしかった。働くぞ。またね、またね、頑張れ。私はですね、音楽関連といったらね、ザ・ファースト・テイクでね、あの緑黄色社会さん見てください、ぜひ。そう、めっちゃすごいですよ。シャウト・ベイビーっていうね、曲があるんですけど、そう、やばいです、あれ、本当に鳥肌もんですよ。何回見てもすごい大好きですね、あれ。役者家さん好きなんですよ。誰に聞かずとも分かる。ジョーホールで。ジョーホール、そんな
情報ルの時もね、なんか友達できてる子いたんですけど、私はねあんまり、なんか姉妹でねオーディション合格して、あの三次審査あの受かした子がいるんですけど、その子とねちょっと一緒にいて、姉妹とその3人で。そうなんですよ、うん、キャラクター好き。だって20だって20だって20だ。なんか声がもう高音が終わっとる配信見すぎて遅刻する。遅刻しちゃダメだよカツオ。じゃあホールの時はどこで待機してたの？裏で待機してました。出番までねずっともうね練習してて、裏 で呼ばれて行ったんですよ。で階段みたいなところでね全員候補生こう座ってるんです。ちょこんって、あちょっと待ってくださいそう座ってて、それで出番ですって言ってこう順番に行くんですよ。そしたら1回目にね行った子たちがね通路通った時に渚さんとねあのお会いしたらしくて、渚さんにね頑張ってねみたいな言われて感動してました。そう、そのね出てくる私たちの前の曲が夢逃げで感動しましたね。仕組んでるんじゃないかってぐらい、うん、川野奈々穂さんめっちゃ記憶ありますね。そう後ろからこうなった時にすごいなと思って、リハとかでもね見てました。おはよう、サブ。裏で泣いてる子もいましたね、夢逃げで。なんか結構ね近くにね同期がいて、今の合格した、そういました。池本が前にいて、亜美が後ろにいてみたいな、結構ね近くにいましたね。うん、その曲をね夢逃げをねあのドラさんの方とロッキーの方がねやってるっていうのがねエモかったですね、うん、その次の曲が多分床の間だったんですよ。そうで、ミカナさんが待機されてて、何この顔面国宝はって思って、そうスーって行きましたびっくりしましたね、うん、誰だっけセンターになったって言ってた、いけほのですね。謝罪、号泣謝罪会見開いてましたショールームで。あの時山口見て可愛すぎてびっくりした。あの時からもういたんですか。すごい超お子さんですね。ここ超お子さんですね。大出中顔出ししてた？してないです。してないんですよね。ショールームもやってなくて、そうマジであの時だけですね。その情報ルの時以外は、なんでね、そうショールームは別になんかやってもやらなくてもどっちでもいいよみたいな感じだったんで、そう
やってなかったんですけど、今からでも子さんなれる、なれます。そうね、けど8期結構顔出ししてない子多いですね。半分ぐらいはショールームやってないぐらい、4割ぐらいやってないんで、そうなんでね、大丈夫ですよ。9999受ける人はいけます。うん、最初にイメージつけとくっていうのであればいいと思います。でもそう、さえちゃんとかね、みさきとかみよちとかは先にショールームとかやってたんで、その時からね人気あったんで、その時のファンの方がもうすでにファンの方がいるっていう状態で入れるのでね、ちょっと一歩リードした状態でというかできるので、まあそれもありだなとは思います。14番かわいいって言われてた。え、そんなん知りませんでした。でも YouTube になんかまとめられてるのは見てて、そう、なんか何気なく開いたやつで、えっと思って、自分知ってるやんと思って、そうそうなんですよ。イケホノもね、その中にいて、そう 4人いて、そうイケホノと私と、見る目ありますねあの人は。そうちゃんとね合格してるんで、そのうちの2人、うん、めっちゃ小さい子いたね、 いましたね。私の番号の前だったんですよ多分。そう3時の審査の時にね、横に座っててめっちゃちっちゃくて、365日の紙飛行機歌ってました。3次審査でめっちゃ多かった、歌ってる人、歌いやすいんかな。で、そんな感じで私はラップ歌いましたけど。うん、おはよう、出勤していきます、頑張って、はいと。ラップ、そうラップなんですよ。あのトリプル A さん歌ったんですけど、まさかね、ちょっとあの何だっけ、君にさよなら歌ったんですけど、さよならの前にだ、君にさよならの歌詞だ。そう歌ったんですけど、それで君にさよなら次のまま、でてれてれてれで終わると思うじゃないですか、サビ終わりで。じゃあなんか続いてて、そのまま、えっと思って、まだ歌うみたいな感じで、そう目で合図したんですけど、そのままなんか続けられたんで、そうもう遅かったかなまでちゃんと言って、そうアイドルのオーディションでラップ歌う人やで、ほんまに。あやぴょんもでもね、ゾック歌ってたんで、やっぱちょっとひねらないと。そうちょっとね、ひねらないとね、なんか変わったことしないといけないんですよ。そんなことはないんですけど。ウクレレでラップ歌ってませんよ。記憶に残ったもん勝ちですよやっぱり。そう変な子バカですね本当にね。その時からはね、目つけられてた。そうよ、やっぱダンス審査とかでもね、記憶に残らないと。そう言ってましたもん、誰かがもう芸能界は0か100だって言って、本当に0か100じゃないとね面白くないって言って、50の人はね、普通の人は残らへんって言って、だから何かに特化しないとダメなんですよ。なんかどこでな、その感じのこと聞いた。うん、うん、名言いただきました。そう、4年目に来てくれてありがとう。いえいえ、
私の名言じゃないんでこれちょっとやめてください誰かの名言をちょっとコピペしただけだねそう、はじめまして。そう、0か100ですね、本当に。誰だっけ、なんかのテレビでね言ってました、社長さんかなんか、成功した社長さんが芸能界は0か100だみたいな、コーンフレークの成分も鉄分だけが飛び出してるみたいな、カルシウムだけ飛び出してるかな、なんかはビタミンとかはもう欠如しまくってるからもうそれでいいんだみたいな、そう、得意なものでなんかこう伸ばしていけば成功するみたいな、苦手なことを補うより得意なことをね極める方がねいいみたいなことを言ってました明日のライブは何するの？明日のライブはですね、なんかミニライブなんで何曲か乗ります。そう、芸能とは0か100である。そうなんですよ、そうそうそう、それそれ、コーンフレークの栄養素の五角形は得意分野だけで勝負してるから、そうそういうことですよ、得意分野だけで。まあ平均的に基礎がね高かったら言うことはないんですけどね、苦手なものをねわざわざ得意にするよりかはっていうことですね。そう、なるほど。まこちゃんの得意分野は枕投げだった。確かに意外な じゃあちょっとランキング見ますね。13位山田だろうさん、ありがとうございます。12位新高さん、ありがとうございます。11位鉄さん、鉄宮さん、ありがとうございます。10位ゴロニャーゴさん、ありがとうございます。9位ピヨコさん、ありがとうございます。8位ひらくさん、ありがとうございます。7位男前さん、ありがとうございます。6位アベベさん、ありがとうございます。5位リーダーさん、ありがとうございます。4位チキンナンバさん、ありがとうございます。お、変わったんかな。3位スイケンさん、ありがとうございます。2位ケンさん、ありがとうございます。1背番号59番さん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さんありがとうございますうん、私のアバターののぼりを持ってくれてる人が多くて嬉しいですね、ありがとうございます。うん、人生3周ぐらいしてる勢いですか17で人生3周してたら6年に1回生まれ変わってますよ配信してくれてありがとう、ありがとうございます。こちらこそ。次はちょっとねスケジュール的に3時半からやっちゃうんですけど、またね来れるよって方はぜひ遊びに来てください。もう明日でねイベントも終わりなので、いよいよクライマックスですねお疲れ様ですそう、ね、じゃあね頑張ってください。お仕事など行かれる方はバイバイ、おはようツイートするんでまた見てください。
とね、あの近いうちにお話し会の日程とかも上げていきたいなと思うので、寝落ちせずにありがとうございます。